皆さんこんにちは。こんにちは。私は、公益社団法人日本青年会長2019年度会長の職を預からせていただきます、鎌田武明と申します。公益社団法人高松青年会所より出向させていただきます。本日は高知青年会所の三谷理事長予定者をお招きをいたしまして、ざっくばらんにですねお話を伺いたいなと思って、この場を持たせていただきました。はい、じゃあ三谷理事長から一言自己紹介というか、はい、いただけますでしょうか。はい、公益社団法人高知青年会所2019年度理事長予定者の三谷哲夫と申します。私2013年に入会をさせていただきまして、当会議所60周年という節目の年でございます。で本年が6年目でございますけれども、1年間ロゴをお預かりしていきたいというふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあ早速ですけれども、はい、三谷理事長に、来年こういうことやってみたいみたいなものはありますでしょうか。来年に特化したもので言いますと、やはり一番初めに柱に掲げておりますのは会員拡大でございます。の基礎人数が80人を切ってしまいそうな状況であるということもございますし、またキャピタルロムとして100人を超えるやはりロムにしていきたいというふうな、まずそれが最初の考えでございますけれども、あとは65周年を当会議所本年迎えましたが、やはり他のキャピタルロムさんを見てみるとですね、やはり数は力ではないですけれども、質も同時に、上げていきながら、やはりどうしても会員拡大というものが求められているというところがまず一つ目でございます。出向支援ではなく出向者支援委員会というものを設立をしまして、日本青年会所本会の積極的な参加と支援というところで、委員会の方を設立をさせていただきました。そこが例年とは違う大きな点かなと思います。会員拡大ってことになると、どこも多分同じような問題を抱えていると思うんですけれども、はい、特になんかこういうところに力を入れたいみたいな。2018年からですね、会員拡大委員会というものを委員会化をしまして、予算をつけてですね、拡大に取り組んできました。でまずこの2年間というのは主にはその仕組み作りであったり、会員を増やしやすい環境づくりというものを心がけた2年間ではあったんですが、来年は汗をかいてですね、理事長が大号令の下でとにかく増やす拡大というものも1年やってみたらどうかなというところでございます。新しい委員会を作ったっていうのはすごい面白い。そうですね、もうその委員会はもう基本的にそれがミッションで、はい、メンバーもそのためにやってると。すごいですね。次にですね、高知で、いろんな継続事業とかもやってらっしゃると思いますけれども、はい、この辺力を入れてきたみたいなのありますか。そうですね、2018年度に、第1回目のわんぱく相撲高知場所を開催させていただきまして、それが初出場で、初出場全国団体優勝ですか、初団体優勝というものをさせていただいてですね、2019年度が第2回目の出場となるんですが、優勝者としてディフェンディングチャンピオンとして来年は両国の方に行かせていただきますので、また高知というのはもともと相撲県でございますので、さらにですね、相撲人口の増加も含めて、また子どもたちが健康にですね、たくましく育てるような、そういった大会を開きたいなと思っております。なるほど、はい、今後、このわんぱく相撲っていうのをやっていくことで、地域にこうどういうインパクトを与えていきたいというふうに思ってますか。そうですね、青少年事業というのが、青年会議所がやはり特化した事業の一つであると思うんですが、私の中ではある程度それが集約された事業の一つなのかなと、わんぱく相撲は感じまして、その他にもサマーキャンプ形式だったりとか、また座学形式だったりとか、いろんな青少年事業を開催してますけれども、継続事業として、ローム支出向上につながっていく一つの事業かなと私は感じてます。ローム支出向上っていうのは、その地域のためだけじゃなくて、このメンバーのためにもなっている。そうですね。2019年の日本青年会所ではですね、今日もつけていただいてますけれども、SDGs をこう推進をさせていただいてるんですけれども、この SDGs っていうものをこうどういうふうにこの生かしていきたいというふうに思いますか。そうです、恥ずかしながらその SDGs 自体をこう耳にしたのは去年が初めてでございまして、それから少しずつですね、自分なりにこう勉強させていただいてるんですが、まず SDGs がこう
私がこの JC に入会をして、この明るい豊かな社会の実現、この明るい豊かな社会って何なんだろうっていうのをこう、まあ、自問自答することも多かったんですが、やっぱりこうまだこう霧に隠れたような状態で、具体的にこう どうしていったらいいのかなといった時に、まあ、この SDGs を、に出会ったことでですね、何かこう霧が晴れていくというか、まあ、少しずつこう輪郭が見えてくるような、まあ、イメージが私はありますので、まあ、この17つの達成目標ですかね、まあ、これと照らし合わせながら地域に必ず結びついていくものがあると思いますので、積極的に活用していきたいと思っております。そうですね、まあまあ、もう街づくりっていうそのものズバリなですね項目もありますし、はい、もちろん教育もありますし、まあ、それぞれのこうターゲットっていうのをうまくロゴの事業と結びつけていただいて、はい、でそうすることによって、まあ、他の団体とかですね、他の市とか県とかよりこう協力関係を作りやすくなると思います、はい、ぜひぜひ積極的に取り入れていただいて、はい、まあ、ぜひ日本青年会議所としてはですね、はい、来年日本一 SDGs を推進する団体になりたいなと思ってます、はい、そのためにはぜひぜひお力をお借りしたいなと思ってますので、はい、どうぞよろしくお願いします。ぜひこう理事長として何かメッセージがあれば一言お願いできればと思います。まあ、よく言われるのがやはりこう青年会議所 JC というのがJC しかない時代から JC もある時代に、もういつかはこう JC もあったよねっていう時代にならなければいいなとまずは思っております。そのためにはまずはやはり会員拡大っていうのを行ってですね、もう本当に5年ごとにこう 15% ずつぐらい会員が減少してしまっておりますので、これが本当に100周年の時には一体ロム自体が存在できてるのかなというような危機感もございますので、できるだけですね、先ほども申しました通り負の遺産を残さないように、またこの私の1年があったから今の青年会議所あると言っていただけるぐらいですね、全力で1年間取り組んでまいりたいというふうに思っております。素晴らしいです。ぜひ私ども日本青年会議所チームしっかりと勉強させていただきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。来年のスローガンとか方針というのはどうなるんでしょうか。はい、来年は堅忍不拔というスローガンを掲げまして、意味は我慢強く耐え強い意志を持つという意味がございます。でサブタイトルに、挑戦する勇気、行動する責任と掲げさせていただきまして、来年1年、設立当初の先人たちの思いを受け継いでいくような1年にしていきたいと考えております。なるほど、素晴らしい。それでは堅忍不拔でやりましょう。